全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い。5番フォーマンエマス、すっと前につけます。1番メッフーザ、内から追い上げる。4番フナチナムセレブル、好位をキープ。6番ミレニアムマシリカ、外を抑えて。15番スターレットキング、各馬第1コーナーをカーブしていきます。少し差が開いて、16番バンセイさん、9番ディープオーリア、外を抑えて。14番ジュエリーユメホ、10番ハニージャスミン、この辺りが中断。それから13番チャユパーフェクト、内抑えて。8番アイステンラエオ、これから向こう上面に入ります。4馬身相手、18番アーモンドレイ、内から3番ヒノキチポテチ、その外12番ブライトカイト、続きまして17番浜野桜。 1000m の通過タイムは1分0秒5、内から7番タタラータ、内から2番ミズキンアース、最後方は11番ラブズオンリーニク。冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上。先頭はレッグーザ、後ろに5番トーマンエマス、4番フナチナムセレブル、好位をキープ。外を抑えて。6番ミレニアムマシリカ、18頭大欅の向こうを通過。外を抑えて。15番スカーレットキング、1馬身相手。9番ディープオーリア、16番バンセイさん、外から差を詰める。4コーナーから直線へと向きます。ここから最後の直線勝負、後続各馬の動きはどうか。レッグーザ頑張る。400を切って先頭レッグーザ、そしてトーマンエマス、トーマンエマス、かわして先頭。わずかに先頭はトーマンエマス、あと200、まだ先頭はトーマンエマス、トーマンエマス、後続を離していく。トーマンエマス、足色は衰えない。トーマンエマス、押し切ってゴール。勝ったのはトーマンエマス、鞍上は柴田大地騎手。トーマンエマス、ブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着スカーレットキング、3着は接戦となりました。